ぽいぽです、プライベートマッチで、新しいゲームモード、ガンゲーム昨日から、プレイできるゲームモードで、昨日はフレンドさんと、少しやらせていただきました。で、ですね、改めて結構面白かったので、改めてちょっと一人で、練習といいますかやろうと思って撮っております。で、マップあえてこのちょっと狭いストライクゾーンのマップで、ボットは多い10人、一応11人まで入れられるんですけども10人で、ボットの難易度は、レギュラーでいいかなと。まあ多分レギュラー自分にとって難しいのでルーキーでいきたいんですけども、ちょっとうん、甘えるなということでレギュラーで、やっていきます。ハンドガンから、ハンドガン1個から始まって、敵を倒すごとに武器が変わっていくと。で、何回かやって結構なんかだいたい決まってるのかなとも思うんですが、一応毎回違う武器、何がこう来るかわからないっていうルールだったと思います。でサイトも本当に見づらいのとかも来るので、動き回る自分としては本当に厄介なというか、ちょっと銃によって動き方変えれたらいいんですけども、どうしても走ってしまうので、分かってるんですけどもね、ダメなんですよね。痛い、どこ、あ、後ろ、うーん、最後、最後が、ナイフ、投げナイフ、なんか普通にナイフ、投げナイフじゃなくてもいいみたいですけど、ナイフでキルできたら勝ち。あー、このサイトか、これ多分動いちゃダメですね。よし、よしよしよし、はい、これも一回一回 OK。しようとする、自分、どっち、あれ気のせいか、なんか使っててこれ、うう、あ、でも、あ、相打ちだったのかな。ああ、戻ってる？いいなと思っても、その使ってる銃が何なのか分からなくて、あ、これも見づらい、痛い、後ろ、それがちょっと残念なんですけど。まあ出てるんでしょうけど、表示どこぞかには、これなんだろう、あ、ね、あ、後ろ、あー、これバズーカ的なやつ、これ、あれ、どうやって撃つんだっけ。ダメだ、もうみんな通り過ぎちゃう。
ダメ全然ダメ。もっと下狙わないとダメですね。これ足元の方というか全然ダメ。ダメだやっぱり上、あ近い、これダメもうあ倒せたんですねあれ戻ったのかな、もうわかんない、痛い倒されると戻る？戻らない？戻ってる？あ、やっぱ戻った。痛い。近いとこ打つと自分も飛んじゃうっしょ。やった。あ、ダメ？え？もうわかんない。ダメ。もうやだこれ。この武器やだ。早く来るかな。もうこれほんとやだ。オッケー、嘘してこういうこういう、あー一回って、あーオッケー、合わせてる隙に撃たれてしまう。で、あ、よし、ハンドガンになった。これどうやって撃つの？これどうやって撃つのこれ？どうやって撃つのこれ？わかんない。多分この次、この次がナイフ。あー、びっくりした。あ、左やっちゃうんですよね。照準合わせるのに。もっと近いとこじゃないと。あっダメだったあ1位取りたかったですね、悔しい。うるさい、あ悔しい、あとちょっとだったのに。やっぱり一番死んでるっていう一番死んでます。死んで強くなる、はい、頑張ります次も頑張ります。エポエポでした。